はい、こんばんは、竹下敦です。今日ね、ご紹介するのは、もう最近すっかりお気に入りなんですが、こちらの2020年製の、ギブソンレスポールです。こちらになります。前回のね、動画で、語源を、一般的には、語源をね 440Hz で、チューニングするのが一般的だと。で、僕の場合は、語源を、G、395Hz で、チューニングするのが自分的にねいいというふうに、動画を作ったんですが、その後ですね、試しに、同じ弦でね弦を張り替えずに、A イコール 440Hz まで上げてみました。その結果ですね、あんまり変わらなかったんですね。すいませんね、いい加減で。やはりね、弦のテンションがね上がった方が単純に音がちょっとこうきらびやかになるんですね。ちょっとピックで弾くのめんどくさいんで指で弾きますけど、ちょっとこういう感じになるんですよ。違い分かります？やはり弦が引っ張られるんで、その分こう張力どっちが正しいんでしょうねが強くなるんですね。その分こう、まあこれは使い分けだと思うんですけど、僕は最初に語源をね、395で貼ってしばらくちょっと弦が傷んだなと思ったら、440Hz、いわゆる、まあ、この僕はこれ、TC エレクトリック社のねチューナーを使ってるんですが、これで、440Hz にチューニングすると弦が長持ちすると、まあそんなにね売れてないんでなんとかねそうやって弦をね長持ちさせて、できるだけいい音でね皆さんにお届けできればなと思っております。よくね弾くので、エリック・クラプトンさんのね「ワンダフル・トゥナイト」っていうのは一人で弾くのを好きでやってるんですけど、こういう感じのね。なんとなく秋の夜長にいいでしょう。そんなわけでね、今はね、A イコール、A イコール、A ね、5弦イコール 440Hz で弾いております。すいませんね、節度がなくて。まあ要するにね、弦が長持ちして、で楽しくギターが弾ければそれでいいんじゃないですか。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。あんまりねやっぱりなんて言ってもギターの弦もねなるべく長持ちさせた方がいいですから、エリクサーとかね今すごくいいコーティング弦が出てるんで僕もねおいおいエリクサーに交換しようと思ってます。今のところダダリオで結構これ当たりの弦なのかな、当たりとか外れとか言っちゃいけないのかもしれないですけど、この弦はなぜか錆びない、不思議ですね。錆びちゃう弦はすぐ錆びちゃうんですけどね、やっぱり当たり外れとかって存在するのかな。でもダダリオ社のはねすごく品質管理がしっかりしてるんで、まあ他のねメーカーのものよりは長持ちすると僕は思ってます。はい、また次の動画でお会いしましょう。ギターはすごく楽しい楽器ですから是非ね楽しんでください。楽しむのが一番ですから、それではまた次の動画でお会いしましょう。See you soon です。